皆さんこんにちは。こんにちは。ウーアチャンネルのしろっこです。ペコです。よろしくお願いします。お願いします。 X シャーシやりたかったんですけど、はい、今週末土曜日日曜日とおゆみののですね、はい、ステーションチャレンジサテライトですね。サテライトですね、はい、サテライトと、日曜日、4玉で、ステーションチャレンジがあったということで、はい、急遽そちらの方にね参戦するという形になりまして、そうですね、ちょっとその動画を上げさせていただくんですけれども、はい、まずはおゆみのからになるんですが、はい、まあ、今回のおゆみのコースはちょっと結構鬼畜だったね。鬼畜でしたね。鬼畜だったんだけど、はい、スロープから、はい、2枚着地、2枚着地、はい、これはも別に飛び越してもいいんだけど、まあテーブルトップなんでね、うん、はい、で3連続バンクから、はい、こちら手前の方で1枚着地と、1枚着地なんですよね。1枚上りがあって、1枚下りがある。そうなんですよ。1枚1枚なんですよね。でそのままこの180度抜けて、はい、今度奥の方でまた1枚上りと1枚着地があって、はい、レーンチェンジがありますね。でそれで一周という形になってるんですが、はい、まあ、やっぱストップ&ゴーでパワー系のモーターを入れる感じにはなってましたよね。そうですね、全体的に、うん、はい、僕シロッコ自体が、まあ、基本こう台形を主として使ってるんですけれども、はい、全く台形がお話にならない。お話にならない。もうストップしちゃうんでね。そう、ストップしちゃうって加速しないし、はい、加速するようにブレーキを抜くとスピードが出すぎちゃうと。そうですね、いうことで、まあ、ちょっと今回は厳しかったんじゃないかなと。厳しかったですね、今回のコースは。ホエールの出番が一切なかった、ね、なかった、なかった。ホエールの出番が一切なくて、ちょっと硬いマシンにちょっと頼っちゃった感じではあるんですが、はい、まあ、ちょっとそのレースの模様をですね、はい、皆さんの方に見ていただけたらなと思います。はい、どうぞ。第1ヒート、はい、決勝になります、はい、僕たちはね1回戦目ペコさんと潰し合ってね終わりました。終わりました。終了。ケースタイルさんが、はい、先行します。早い。そして親子対決なんですよね。すげえ早い。お父さんが後ろから追いかける感じね。おっと、軽快に飛ばしているが、これでお父さんの方が飛んでしまいまして、そうなりますね。これね、もしこれで総合決勝も優勝したら、はい、ケースタイルさんなんとね、ナイトレース3連覇になります。3連覇すごいですね。でこれは6周レースなんで。そうですね、決勝は6周なんでね。飛び手入ないな。うわ、綺麗な走り方ですね、これは。このくらいの走りで、やっぱ理想的だよ ね、 やっぱね。理想的ですね。おめでとうございます。おめでとうございます。第2ヒント、第1試合、はい、レースになりますね。これ、はい、ガガンさんもいるんですよ。ガガンさんと先ほどね決勝にいたケイレットさんですね、はい、最初はね故障系で飛ばせるんですが、やっぱりガガンさんのトップスピードに捕まってしまいます。2周目でもね、なんとかこう食らいついていってる状態。食らいついてますね。いい勝負だ。体重計がね 23.5 ですよ。ちっちゃ。これで食らいついて最終ラップ、これでゴールなんですけども、ゴール。これねすごい際どかったのよ。際どい試合ですねこれ。際どかったんでちょっとスローモーションで、スローモーションでめちゃくちゃ際どいのよこれ。スタートラインが、お弓のスタートラインとゴールラインがちょっと違って。そうですね、うん、ゴールラインがですねここなんですよ。はい、見てこれ、際どい、際どい試合。ふー、悔しい、悔しい。ということで第2ヒートの決勝なんですが、はい、ごめんなさい、ペコさんの動画撮り忘れました。はい、申し訳ない。スタートしまして、はい、これ会長飛ばしてるのがまずヒロさんですね。うわ、ガガンさんとヒロさんと、はい、これパウチマンさんですかね。はい、そうですね。第2ヒート決勝戦、うわみんな早いな。みんな早いですけど、一人もちょっと飛んじゃいまして、ガガンさんがコースアウト、はい、コースアウトしてる状態でヒロさんが先頭。先頭ですね。結構独走状態になってますね。独走、うわ。ただねこれ6周勝負なんで、そうですね、まだね、モーターとか電池の垂れがやっぱりほらこうやって後半に効いてくるんですよ。おっと、追いついてきた。追いついてきた。でゴールですか。これが最終ラップじゃないですかね。あ、これが最終ラップ。最終ラップ追いつかずと。あら、おめでとうございます。はい、第3ヒート1回戦になるんですけれども、はい、これはねゴール手前でイッチーさんがマシンを取ってしまって、はい、サイレースとなった試合になります、はい。で1回戦目はね、1回目はペコさんがコースアウトしてるんですよ ね、 そうですね、これね。すぐコースアウトしたんでもう電池マックスですねこれ。で2周目に入りまして、はい、ペコさん今いい感じで、いい感じの電池の、いい感じの電池ですよこれ。うわ、まあ、これはおこぼれ勝利になりますね。おこぼれ勝利ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。
さんヒート、シロッコ第1試合になります、ね、はい、相手はですね、たけしさんと、チャーチさんですね。そうですね、チャーチさんはね、あの動画を見てますと言って遊びに来てくれました。はい、ありがとうございます。さあ、ここでシロッコがいなくなったぞ。もっと早いよ、もういなくなった。シロッコが内側の方でね、こう揉み下されましたさあここでたけしさんが先頭ですね。早いですね。で、ここでゴールと。おめでとうございます。おめでとうございます。第3ヒート、はい、第2回戦になりますね、はい、もうウーアチャンネルにペコさんしか残されてませんから頑張りますよ。お願いします。電池マックスでペコさんが今先行する形となっておりまして、はい、結構離れたね。離れてますね。これはいい感じ。ただちょっとなんかバンクらってない。バンクらってますね。ほら追いつかれた、追いつかれた、やばいけど、内側だったのでペコさんがそのまま押し切って勝利と。ありがとうございます。はい、第3ヒート決勝、ペコさんがね、はい、進出しましたよ。スタートして、ちょっともう遅れてるぞ、大丈夫か。いけ。そして、あ、これさ、終了。6周勝、シグナル20番サテライト、お疲れ様でした。お疲れ様でした。これ優勝したのがね、はい、ヒロさんと。ヒロさんですね。ということでね、いつもお弓ので一緒に走らせてお世話になっております、はい、お世話になっております。いや、今回ぶっちぎりで早かったね。ぶっちぎりめちゃくちゃ早いですね。で、この2位のケーストライさんもめちゃめちゃ早かったし、めちゃめちゃ早いし、3位のたけしさんもね、いろんなところに入賞されてる方なんで、はい、今回はやっぱりちょっと経験値不足感がもう経験値不足及ばなかったですね。及ばなかったね、全然ね、はい、いや、次こそはね、せめてこの写真の中に写りたい。写りたいですね。優勝はちょっと出過ぎてるかもしんないけど、ちょっとこの写真の中にはね、なんとか食い込みたいね。入賞したいですね。ただ、はい、次はなんと4玉ですよ。4玉の方でですね、4玉来ましたね、はい、ステーションチャレンジラウンド4なんですけれども、はい、4玉がですね、はい、今回あのお弓のとは打って変わって大体スピードコースなんですよ。そうですね、スピードコースなんで、はい、ちょっとセッティングがガラッと変わるよって思いつつも、ちょっと心の中でよし、台形が使えると。そうですね、台形の出番が来たと。台形の出番が来たと、はい、いうことで、まあ、ちょっと僕はちょっと喜んでいたんですけれども、はい、まあ、その結果がどうなったのかと、はい、見ていただけたらなと思います、はい、じゃあそちらのね、レースからお楽しみください。どうぞ。シロッコの第1試合、お弓のとは違ってね、こちらポイント戦になりますんで、はい、3回戦って1位が3ポイント、2位が2ポイント、3位が1ポイントとなります、はい、でね、まあ、コースアウトは0ポイントとなるんで、はい、まあ、ちょっとね、結構ベタベタな感じで走らせてます。安定走行でね。安定走行で出すとこ出して止めるとこ止めるみたいな、はい、そんな感じになってます。いい走りですね。なかなか良かったと思いますよ。 おめでとうございます。ありがとうございます。ペコさん第一試合、強豪に囲まれてます。はい、やばいです。もうカメさんとタケちゃんさんですね。いやー、置いてかれる。すごい置いてかれてる。あれいなくなった。いなくなった。いなくなった。え、最後尾で。あら、最後尾でいなくなった。最後尾でいなくなった。どういうことですか、これ。大丈夫か、これ。一番遅いのにいなくなるのは一番早いです。どういうこと。おっと、シロッコ第2試合、これはイッチーさん、タケちゃんさんですね。はい、いや、強豪だ。いけるか、はい、スタートして。やっぱね、はい、スタート遅れるんですよ。うわ、早い。スタート遅れてますね。後半ででもね、台形だから追いついてくるんですよ。さあ、いけるか。追いついてきて、おっと最後尾で。あれ、これまた最後尾で一番最初に飛びましたね。これそしてほら、クラッシュギアやってるんですよ。クラッシュギアやってる。これはどういうことなのか。ペコさん第2試合スタートしました、はい、でね、先ほど一緒に走、あ、これ今ね、スタートラインに一緒に立ってた女性の方、はい、この方のお名前もですね、ペコさんなんですよ。そうなんですよ。で、聞くところによるとですよ、はい、誕生日まで一緒なんですね。誕生日まで一緒。すごいけど、で、僕がいなくなるっていう。なんでいなくなるの、毎回。いつもそこでね、いなくなるんですよね。いなくなるよね。
で、これは、はい、ペコさん勝利と、勝利と女性の方ですね。白っ子第3試合、これね、はい、真ん中総帥さんですね。おっと、早い人だ。で、これは負けられないんですよ。お、いい勝負。ここで勝たないと、はい、ちょっと予選突破できないかもしれないと思って、はい、これね、がっつりパンパン充電して。お、差が開いている。おっと、やばい。やばいか、捕まるか。まあでも、まあ、話しましたね。大丈夫そうですね。おっと、コースアウトで、これでコールと。はい、ペコさん第3試合、はい、ゴッティ君との勝負ですね。きついですね、もうもう置いてかれてるわ。もうめちゃめちゃ早いからね、ゴッティ君も早いです ね。もう全然無理。今ね、親しくゴッティ君って言ってるけど、一言も交わしたことないんで、はい、話したことないです。喋りたいです。喋りたいです。喋ってください。はい、はい、これというかがっつり置いてかれて、はい、安定の勝利と、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。ということで、決勝リーグに進むための、はい、バトルになります。白っ子の、はい、画面手前右側にご注目していただきたい。明らかにミニ四駆が速そうな人間がこちらを覗いているのがお分かりいただけただろうか。はい、決勝リーグ進出をかけてのバトルになります、はい、相手はね、我らの恩師セリカさんになります。はい、今ね、全開で飛ばしてる感じになって、あっと、セリカさんがここでコースアウトして、さあ、完走するか。完走すれば進出になるんですけども、ファイナル、おっと、ちょっと危ない。今危なかったですね。はい、今ね、これ、よっしゃって心の中で思ってる。ありがとうございます。はい、ということで決勝リーグ第1試合あります、はい、スタートして、白子が先行する形となります。出だしいいですよ。なかなかいいんですけど、はい、ちょっとね、あのビビってね、ブレーキは結構ビタビタしております。ビタ止めで、で、ここで、あーっと、おっと、これはですね、チェンジに処されて、今ね、俺のマシンが、はい、分かりますか、ドリフトしようとしたんですよ。めっちゃ滑ってましたね。どうしたんですか。レーンチェンジが、レーンチェンジが、レーンチェンジがダメだった。レーンチェンジがダメだった。なんだろうね、やっぱりね、ちょっとローラー位置を高くしすぎて、はい、左側に引っかからずにこうレーンチェンジの外に出た状態でこうなっちゃった感じあるよね。あー、ちょっと高すぎた。ちょっとセッティングミスですね。セッティングミスね。くそ、悔しかった。僕もね、全然ダメダメだったんですけど。もう予選で負けちゃって、まあ次こそは、次こそはちょっと決勝まで行きたいね。そうですね、次は決勝まで行って、あわよくは、そうだね、取りたいですね。おゆみのも勝ってみたいね。勝ちたいです。一回勝ったことあるけどね。僕はないです。勝ちます。はい、決勝リーグ決勝となります。はい、ヒロさん対ゴッティ君の勝負になります。そうですね、はい、あれ、これまたヒロさん決勝ですか。またヒロさん、あれ、またヒロさん。ただちょっとゴッティ君がここで2周目先行する形となっております。あら、追いついてきてますね。レンチェンで離された。さあ、これでファイナルラップ、ちょっとバタついてしまって、さあどうなる、広がりましたが、あら、あ、おっと、おっと、おっと、バタついた。あら、ヒロさんがまた優勝いたしました。おめでとうございます。いやー、すごかったね。すごかったっすね。やっぱり早い人は早いんだな。早いし強い。そうだね、はい、まあちょっと少しでも次の大会はね、追いつけるように努力したいと思います、はいはい、そうですね。そしてヒロさんがですね、はい、今回なんとおゆみのと4トマ2連覇ということで、2連覇、いや、すごいよ。すごいよ。2回連続で優勝するっていうのがまずすごいよね。すごいですね。だってそんだけ勝ち続けてるってことだからね。連続でね、連続で、そう、はい、負けてないってことですから。負けないですね。負けないですね、はい、素晴らしいと。強すぎです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 ね、はい、いやー、でも楽しかったね。やっぱ2日連続でミニ四駆三昧やると、はい、こんなにも楽しいんだなっていうのが分かった。もう楽しすぎ。いろんなコースでね、うん、いろんなセクションで勉強になるし、楽しいし、ミニ四駆以外のこと一切やりたくなかったね、この2日間ね。ミニ四駆だけでいいですよね。はい、ということで、はい、明日からはまた X シェアしよう、そうですね、動画となりますので、はい、まあ、よろしければそちらの方も見ていただけたらなと思います、はい、でね、この動画が面白かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。
ヒョさん、おめでとうございます。おめでとうございます。